俺の才バカにはわからない。剣心公の志を受け継ぐは影勝様。この戦を制し、それを証明するのだ。見るがいい、見るがいい。見るがいい。恐れるに足りません。宝珠の縁に守りに徹するんだ。何でもない。心を捨てないと味方と家で戦う。全部上杉の闘争、家を衰退させてまで理解できない。まだな。敵ではないな。もはやこれまでなのか。まるで剣心の様子を見ているかのよう。影虎は親方様のお子、絶対守る。開門。さあ反撃に移りましょう。するまでもない。気が弱すぎるのか。大事なものを守るためなら僕だと行きます。それに小さい男をでかくしようって腹なんでしょ。宇治康の志を立派に積まれている。
敵たか。 頼んだぞ雪村。行くぞ。 勝頼様と影勝殿の盟約によりご助力いたす。 開門。 加熱の際と核にさらに引き出すとしましょう。 全軍 雪村に続け。 余力のある者は前に。 披露していた者は後ろに回れ。 天神港直伝の車がかりで 決着をつける。 ルーチョウに内輪揉めしてる場合かな。 よもや綾様の金が殿が契約するとは。見るがいい。もしやこの戦綾様の死。尽力するまでもない。敵が弱すぎるのだ。見るがいい。 我が剣心の志を受け継ぐ上杉の兵。各々がなすべきをなせば負けることはありません。少子これが義と愛の時代。義と愛の戦闘。人の邪魔はさせません。 加熱に打って出るか。織田と対する影虎様の背を狙うは不運。おつにかわらずその裏にこそ愛がなければ。見るがいい。 見るがいい。
りか弱い敵将だった。終着至極に存ずる。前はつけてやら！敵ではないな。我が命の捨て所。ここではないわ。見るかい。尽力するまでもない。敵が弱いのに。敵将、撃ち取った。その旗を引っ張りすぎ。Yeah!
害。敵ではないな。手触りなのだよ。またお相手願えるかしら。愚かだな。敵ではないな。尽力するまでもない。敵が弱すぎる。見るがいい。なりました。我らは献身校の義を受け継ぐ者、気概を見せよう。今こそ打ち切りで勝敗を決算。開門。義だ気概だと大層なことを口にしている。所詮は剣心の真似事。金継、あなたにはまだ覚悟が足りない。剣心の肌の印象を受け継ぐ覚悟。Yeah!
まるのか。やむを得ばい、退却だ。私は剣心功のように強くはない。闘争で全ての邪を断つことはできぬだろう。だが見るがいい、愛を持ってすぐ用意話し消えて続ける。そして今はっきりと悟った。愛こそ過激の泣き、他者継承の結末である。バカ者が、俺が負けると思ったか。